皆さんこんにちは。こんにちは。早いものでもう6月の下旬。そうですね。なりましたね。来週はもう7月。梅雨明けもうすぐですかね。そうですね。昨日のね天気予報の方では、沖縄が梅雨明けをしたということですね。はいはいはい、で来週から こちら関東地方もちょっとこう暑い日というか夏日が続くようですけれども、はい、まだね梅雨明けにはいかないようですね。うん、あの梅雨明けのね、はい、真っ青な夏の空と白い雲、はい、楽しみですね。楽しみですね。はい、あのそんな中ね先週もお話しましたけれども。日本の夏支度ということでね、はい、梅干しをつけたり、はいろいろとねこうしたんですけれども、うん、そんな中昨日ちょっと我慢できなくなって、うん、梅シロップを試飲してみました。ね、冷たい炭酸水で割ってこうシュワッといただいたんですけども、うん、美味しかったですね。美味しかったですね。今年初めてなんですよね、梅シロップは。そうですね。そうですね。今まであのまあ、梅干しとかあと梅酒をね、うん、つけることが多かったんですけれども、うん、今年初めて梅シロップに挑戦してみて、はい、もうちょっとなんですけど ねシロップはいいですよね。あの、はい、こうやってジュースでもいただけるし、アルコールしたい場合はなんかあの焼酎かなんかと ね割ればなんかいいしね。いいし、それもちょっと凍らせてみてもいいですしね。いいですね。はい、色とこうかけたりとか、いいですね。それ考えるだけでもなんか楽しくなりますね。 そうですね、はい、そんな感じでねこうキッチンの方でも結構今日中立ってることが多くて、そうですね。ただ一つね日本の夏支度っていうことでもう一つね予定があったんですけれども、はいはい、ちょっと時期がね遅かったみたいで昨日もうスーパーに行ったらもうなかったんです。そうなんです。らっきょうをね、つけようと思ってこう新鮮なものをね私もつけたいと思ったんで、うん、つけられる日にあの目の前がスーパーなんで買いに行こうと思って行ったらなかったんです。どっかにあるかもしれませんね。そうですね。探してね、はい、ぜひちょっとらっきょうも挑戦したいですね。はい、そうですね。せっかくあの重い瓶をね持って帰ってきましたので、ね、私の実家からせっかく瓶を持って帰ってきたので、はい、らっきょうが買えないんではなんか意味がないという、ねね、はい、そんな感じでこれからはらっきょう探ししたいと思います。はい、はい、ということで、はい、あのそんなね6月でしたけれども、はい、今週は何を、はい、もうすでに出ておりますけれども、はい、久々ですね。ね、マリメッコとアーリッカとあとねフィンランドの、ね、結構ねレトロなティンカン、はい、ブリッカンですね。はい、あのコーヒー鍋とかね、はい、紅茶のストックにですね。いいですね。はい、はい、でそれからあとあのファッション雑貨ということで、はい、スカーフとかポーチとかね、はい、バッグ、はい、そして、人気の北欧の生地ということで、はい、盛りだくさんですね。そうですね。はい、はい、じゃあ早速ご紹介させていただきましょうか。はい、はい、ことで最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今私たちが手にしているのはムイヤです。はい、メイドインフィンランドですね。であの現行品でもね時々こうあるんですけど、これねメイドインフィンランドって書いてるねあのビンテージなんです。はい、ネイビーはまたいいですよね。ネイビーと赤が大きいサイズですね。でそこそこ仕様によるこう傷とかあるんですけどね、うん、なんかこのビンテージ感とともにねこう全体の雰囲気がいいかなと、はい、で細長タイプでこういう風になってます。ね、お紅茶とかね、うん、コーヒーを保存して、はい、いいキッチンのアクセントに、そうなんです、いいですよね。このとこだけでね歩行テイストの部屋に、ね、はい、なりますもんね。はい、はい、でこちらが小さいサイズ、そうですね、はい、オフホワイトですね。そうですね、これもいいですよね。はい、こちらもメイドインフィンランドといったビンテージですね。はい、で今度はアリカ、はい、お花模様ですね。アリカが出てこないんですよね。そうなんですよ。やっと出てきました。はい、雑用係さんの方がネイビーで、
私の方が赤、ね、ヴィンテージ感もあっていいですね。このクッカがお花ね、クッカ柄がね人気なんですよね。人気なんですよ。これ置いとくだけでいいですね。はい、でね、そこにちゃんとアリカフィンランドって書いてあります、はいはい、でこちら最後、はい、これはまたいいですね。こう本当にこう使われてきて、はい、ヴィンテージ感が程よく、かといってそのこう古さは感じるんですけど、変なこうダメージはないですよね。ないです。何コーヒーかなんか入ってたんですか。そうですよね、はい、クッキー入れたね。ザセバさんクッキーとかチョコレート好きですよね。そう好きですね、はい、こういうとこ隠してる、はい、まあ、セカートね、カフェって書いてあるんですよね。あ、そうか。じゃあコーヒー豆ですね、これね。そうですね。ただね、いろんなものをね、うん、あの土壌係さんのようにクッキーとかでもいいと思います。これはいいですね、出てくるね、はい。なかなかもうそれ出てこないですね。出てこないですね、これもね。はい。はい。ね、ちょっとキッチンに置いといてもね、うん、おしゃれな、はい、缶をね、今回は。はい。じゃあ次は。ファッション雑貨の方ですね、はいはい、楽しみですね、はい、ちょっとこう首元とかにね、はい、はい、ではご紹介させていただきましょう、はい、はいはい、じゃあ次はこちらですね、はい、こちらなんですかね、座長係さん。これ小物入れですね。あのムイヤのコットンキャンバス地で作られた、一応自立するんですよね、軽くね、うん、なんかこうキッチンなんかのこう小物入れとか。そうですね、うん、うん、どうですか、キッチンリネンの収納なんかね。あ、いいですね。いいと思いますね、うん、あとこういただいてきたレジ袋こう出てこう、ね、リサイクルにね、ね、うん、あと何だろう、何でしょうかね、うん、こうやってポッてね、そういうのを使ってもいいですね。高さ調整してね、あ、そうかそうかそうか、そうか、なんかいろいろとこう高さも、そうですね、自由に効きますしね。いいですよね、うん、お子様のおもちゃをちょっとちっちゃなおもちゃとか入れてもいいですね、はい、はい、こちらマリメッコのコスメポーチ、はい、小さめタイプですね。そうですね、うん、これ結構たっぷり入ります。マチもありますね、ね、これだけマチありますか、はい、ね、ちゃんとメイドインフィンランド、うん、あ、内側にもポケットがついてます。そう、小さなポケット ね、結構コンディションいいですね。いいですね、うん、これからのね、あの季節旅行とかにちょっといいですね。旅行にはもう欠かせないですね。はい、もう夏休みもすぐ目の前ですからね。なんかこの辺にもチラ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 夏休みっていうね、もう雑誌係さんは毎日ですから。はい、はい、あと最後ポーチ、ちっちゃなポーチですね。はい、雑用係さんのこれね、ハンドメイドなんですよ。あ、フィンランドの方のハンドメイドですか。ちょっとラフな作りですけれども、うん、ネイビーに紫のムイヤですね、はい、廃盤のものです。ただなんかあんまり使用はされてないみたいでね、いいですね、ちょっとしたこう鍵とかね、いいですね、うんうん、バッグの中で踊ってしまうね、小物を収納しておくにはいいですね、はいはい、で私の方がボッコ、ボッコですね、優しいですね。小銭入れにもなるし、そうですね、あとまあ小銭とか、まあ、さか鍵とかね、はい、うん、素敵ですよね。素敵ね。あんまり女性はこういうの小銭入れって逆に持たないですか。そうですね、大きめの財布ですからね、はい、男性ってやっぱこう別にね、うん、あのこのお札入れるお財布とは別にこう小銭入れを持ってないんですね、はい、僕もそうなんですけども、パパッと男性は僕から小銭出してて可愛いですよね。だけど雑用係さんは小銭が多いんで、ボッコ初めてですね。初めてです。結構古くてね、こうストライプもボッコの定番ですよね。はい、こう床っぽいからぴったり合うね、同じデザイナーさん。そうですね、入れないでくださいね。欲しいな、欲しいな。はい、今週の木曜日21時からですので、はい、いくらですか今、相談中です。そうですか、はい、僕の小遣いで買えるかな。どうでしょうかね、はい、はい、ということで、はい、次は何ですか。次は、スカーフとね、
バッグ、まあ、少しだけなんですけどね、はい、ご紹介いたします。はい、はい、じゃーん、はい、こちらはマリメッコのプケッティ、プケッティですね、青ですね、うん、はい、やっぱりプケッティいいですね。いいですね、はい、これからの季節にぴったりな青の色です。こうやってこうバッグにつけたりとかでもいいですし、ですね、あの首にねちょっと巻いてみても素敵かなと思う。結構エアコンがね、そうなんですよ、結構エアコンの風がこう当たっちゃったりなんかして、うん、ちょっとね、うん、そんな時にいいですよ。いいですね、はい、はいはい、こちらもマニメッコ、爽やかですね、ちょっと大判でしょうかね、ちょっと大判ですね、結構大きいですね、はいはい、で、皆様から向かって右下にマニメッコとあります、うん、はい、こちらは初入荷のデザインですね。そうですね、パターンですね、はい、こちらもね、こうやって見るとこのぐらいになります。またそれです、ね、色合いが ね爽やかでいいですね、はい、はい、こちらはマリメッコはウニッコ、はい、黒のウニッコのスカーフですね、はい、いかがでしょうか。いいですね、こちらはマリメッコウニッコの今度ピンクですね、はい、はい、先ほどの黒と色違いという形でしょうか ね、はい、こちらも可愛いですよね、はい、こういう感じでね、バッグにつけたり首にちょっとね、アクセントになりますね、はい、はい、はい、こちらもマリメッコのスカーフになります。はい、あの後ろにね、タクガちゃんのマリメッコってあります、はい、シックですね、シックな感じですね、うん、黒の T シャツにちょっと合いそうな感じ、そうですね、こちらもこういう感じでマスタードとブラックでしょうかね、はい、うん、白シャツにも合います。8月頃いいですね、いいですね、はい、はい、こちらはマリメッコはウニッコのね、はい、青のバッグになります、はい、ただこちらね、これからご紹介するバッグ2点、あのどちらも超分けありになります、はい、でもね、なんかこう海辺とかにね、こう汚れてもそうですね、こうアウトドア用に ねいいかなと思います、うん、こんな感じです、はい、こんな感じです、はい、撮影係さんコメントお願いします。そうですね、あの、まあ、全体に生地擦れ感がありましてね、このタグがちょっと取れかかってます。あとこのマグネットのやつ、マグネットの片っぽが取れてますんで、マグネットとして機能してません、はい、だからちょっとファッション性としてはね、厳しいんで、まあ申し上げましたよね、アウトドア用にね、はい、うん、なんか使っていただけたらなと、はい、はい、で次は赤、はい、この感じですね、はい、こちらもマチがあるんでしょうかね、若干ありますね、はい、で、中開けると2台に、うん、こちらも超分けありでしょうか。そうですね、あの、はい、まあ、あのこの辺も仕様に色は違うんですけれども、ここに何て言うんでしょう、これがなんだろう、ね、ちょっと浮いちゃってる、浮いちゃってるんですね、はい、ちょっと引っ掛けやすい感じでしょうか。ここもかなり、ここも浮いちゃってるって感じで、はい、なんか取れそうで取れないんですけど、ね、はい、まあ、そんな訳ありでございますので、じゃあこちらもアウトドアにいいですね、気にせず、そうですね、はい、使える、長さ調整はできないですね、はい、可愛いですね、なんかあの郵便屋さんの、うん、こう向かいつけてたバッグみたいですね、あとね、こういう風にしてこうキッチンかなんかでこうかけといて、あと車の ね、後部座席にかけてて、後ろの方がなんかここからティッシュを取ったりとか、はい、取れるようなこうカバンとしてじゃ、それ以外の使い方もまたいいですよね、うん、いいですね、うん、工夫次第です、はい、いいですかね、はい、はい、はい、ということでバッグとスカーフ、はい、ポーチ以上でしょうかね、そうですね、はい、はい、そうです、その次は、はい、北欧の生地をご紹介いたします、はい、